したいところだけど、あいにくと今は大したものを持ってないのにゃ。でもこのお礼はいつか必ずするにゃ。期待しててほしいにゃ。それじゃ私はこれで失礼するにゃ。本当にありがとにゃ。気がしたにゃ。あ、あそこにいるのはさっき助けてくれた人じゃないかにゃ。大変にゃ。今すぐ助けに行くのにゃ。にゃんくるりん。驚いたかにゃ。私は猫のビーストで身のこなしが軽いから、飛び降りたり忍び込んだりそういうのは得意なのにゃ。ってそんな話は後にゃ。傷だらけになってるにゃ。怪我大丈夫かにゃ。もしよかったらさっき助けてくれたお礼として、あたしが特別に390ルピで回復薬を売ってあげるにゃ。何猫に顔引っかかれたみたいな顔してるにゃ。これでも元は倍以上する薬を特別に値引きしてあげてるのにゃ。しょうがないにゃ。そうは言ってもさっきは助かったしにゃ。決めたにゃ。今日はお試しってことであげるにゃ。ありがとうって、これは私のお礼だから君がお礼を言う必要はないにゃ。って、そういえばお礼をするって言っておきながらさっきは名前を聞くのを忘れてたのにゃ。君はそういうのにゃ。私はタマキにゃ。たい焼き屋でバイトしてたり、何かとあちこちを駆け回ってるから、きっとまた会うこともあると思うにゃ。これからもごひいきよろしくにゃ。じゃあ私はこれでって、にゃにゃ、まだほっぺたに傷が残ってるにゃ。でも回復薬はもう持ってにゃいし、こうなったらなにって、まだ傷があったから舐めて消毒しただけにゃん。にゃははは、ずいぶんと驚いてるみたいにゃ。まあこれはサービスってことで。